はい、皆さんこんばんは、レイです。久しぶりですね。部屋に1回入ってきてカメラ設置して1回出てって電気消してまで出てって入ってくるっていう小芝居を打ちました。どうもこんばんは、レイです。久しぶりのですね、出張先のホテルの部屋からシリーズでございます。通常ですね、これ僕の個人の遊びなんですけど、こういうホテルの部屋に来るときはカメラ大きいの持ってくるの大変なので、小さいカメラ大体済ますんですけど、 RX100M4 とか、なんですが、 EOSR をですね、 EOSR6 に買い替えましてですね、それをちょっとこう暗いところで試したから持ってきてるんですけど、横のディスプレイ見るとカリカリだね。すげえ。いや満足ですよ。まあ皆さんお疲れ様でした。今日はあの週刊バイク TV の収録ロケ行ってきまして、で乗ったバイクがですね、 BMW の R18 とドゥカティのパニガレ V4S の2台を乗ってきたんですけども、すげえ楽しかった。でそれもですね、この EOSR6 で撮ってきたんですよ。で EOSR じゃできなくて EOSR6 で出てしかできないことをちょっと試してきたので、それまた後日ですね、その R18 とパニガレ V4S のですね、細かい感想は別途ちゃんとお話ししたいなと思っておりますので、その説はですね、ちょっとその綺麗めな素材目指しを撮ってきましたんで、それもぜひ見てください。で何はともあれですね、出張先ようやくたどり着きまして、またあの忙しい仕事が始まるんですけど、今年前半戦がもう出張が全然なかったんですよね。でそれがもうこの後半えげつないんですよ。すっごい出張祭りなんですよ。よし、はあ、カバンがパンパンで、今日はですね、お昼ご飯が遅かったんですよね。先ほどコンビニに寄りましてですね、よし、コンビニに寄りまして、今日のおやつを買ってまいりました。昼ご飯が朝、千葉テレビに7時入りかなんかで、でそこから1日ロケして昼ご飯食べたのが16時ぐらいなんですよ。結構遅い時間 でその時にハンバーガーめっちゃしっかり食べて、パスタもいただいて、コーヒー2杯、なんかコーヒーゼリーフラペチーノのさらに上位版みたいなすぐやついただいてもね、お腹いっぱいだったんですけど、まあ、夜ちょっと時間経ったんで、まずですね、ミネラルウォーターと、それと今夜の晩酌コカ・コーラの500と、それとですね、明日の朝食ですね、はい、いちごジャムパン、これいただきます。フォーカスのスピードが速いに今ちょっとわざとこう前に行ってやったんですけど、あと明日の朝のものがですね、これですね、はい、生きて腸まで効く乳酸菌、これフォーカス来ないですね。フォーカスが悩んでますね。近いって話？お、これちょっとビタッと来ないね。反射？なんでしょうね。で顔にぼやーっと来た、来たね。まあ暗所ですからね。こっち正面赤いつければ変わるんでしょうけど。あとこれですね。はい。カッパエビセンこんなん買ってきました。それとですね、久々ですね。はい。これ。光の反射がもう半端ないですね。ゴロッとみかんゼリーですね。と明日のこれも朝いただこうかなと。はい、ウィダインゼリー、はい、ビタミンのやつですね。というスプーンというラインナップで、挑もうかなと思ってるところなんですけど、今日もですね、今日も今日とて、まあ、そのパニガレ V4S に乗りながら、バイクのことをですね、一生懸命考えながらですね、気合い入れるときは帽子を逆さにするっていう、これ週刊バイク TV であのハンバーガーを食べるときにですね、必ずやってる儀式なんですけども、パニガレ V4S がですね、やっぱりすごくいいんですね。これはなぜいいかっていうのは、身近にいるですね、僕のマネージャーのですね、スコーティーにですね、なぜならばこうだからこういう背景には理由があって、でこれまず感じでやるんで感じで見て、こんな風にライディングしてみて、こんな風にスクールリターを勉強してみようで、一緒にそれをやっていくと、あ、なるほどねって言って、お互いこう共通の言語ができてきて、で今日マネージャーもちょっとそのパリガレ V4S チラリと乗ってですね、どうだったってこうでしょみたいな、そんな話してたんですけど、まあ、パニガレ V4S がですね、いいのはまあ当たり前で置いておいて、 BMW の R18 がこれ面白くてですね、 1800cc ですよ。で 1800cc と全く感じないところが実はこれすごくいいところだなと僕は思いまして、でこれはまあ後日また綺麗な素材振り返りながら話そうと思うんですが、最近もっぱら僕がですね、最もその、まあ、意識してるというか気にしているのがですね、まあ、カメラなんですけども、 EOSR の不満点をなんとかしたくて、この EOSR6 にこれ変えたんですよ。でその結果 EOSR の不満点というのは解決はしたものの、これだけではまだ本当に僕がそのクリアしたいことというのができなくて、結局別のカメラが必要であるんですね今。
で、それが、まあ、シネマカメラなのか、それか業務用のカムコーダーなのか、まあ、業務用のこういうビデオカメラって、こう、なんかテレビ局の人が持ってるようなやつ。で、それを話していてですね、で、行く先々のフォトグラファーさんとか、その映像、ビデオグラファーさんとか、いろんな人をね、こう、毎回いろんなアドバイス求めるんですけど、結果我慢できなくなって、EOS R6 をとりあえず R を買い替えて R6 にして、で、前にキャノンさんから EOS R 借りて、それが良かったから、あとその担当の方が素晴らしい方でいろんなことを教えていただけて、その人が、カメラメーカーの人だからカメラ好きとは限らない中で本当にカメラがお好きな方で、でいろんな楽しくカメラを付き合う、コツっていうか、まあ向き合い方というか、まあ、ある程度精神論みたいなものかもわからないんですけども、いろんなことを教えていただいて、その方とのご縁もあって、あ、この人が働いているメーカーのものを使いたいと思って EOS R、初めてのキャノンへ僕は飛び込んだ結果ですね、今もともとパナソニックユーザーなんですよ、僕映像としては。なんですけど、キャノンの何が好きなんだろうっていう。で、パニガール違う。パナソニックとパニガール似てるな。疲れてるな、今日。で、その、パナソニック。またパニガールって言いそうになった。パナソニックの場合には僕はそのパナライカレンズが僕すごい好きでですね。で、キャノンのレンズにも近しいものを感じるものがあって、ただそれをですね、設定の仕様で、例えば今流行ってるソニーの α7S3 っぽいものに寄せることもできれば、パナソニックっぽく寄せることもできれば、ニコンらしさというのがまた難しい、僕ちょっとパッとは思いつかないんですけど、まあ多分設定どうにもなっちゃうんですね。結局最終的に出したい色味とか描きたいものとかもう決まっていて、そこに行くまでのユーザーインターフェースがいかに自分と相性が良くてパパパッと無意識にできるかとか、どれだけ近道でその答え出せるかというところが相性だと思うんですけど、結果的にできること一緒で、まあ例えば CBR 乗っても YZF 乗っても ZX なんとか乗っても GSX9 乗っても結局例えばサーキット同じタイムが出てればどれ乗ってもいいわけで、ただそこで自分のやりたいやり方でそこに到達できるか、そこに到達するまでがいかに効率がいいのかとかも重要な部分があって、でだからカメラのボディとかレンズとか何使ったっていいと思うんですけど、ただ僕がやりたいことは今のところはキャノンのレンズだとすごく近道でできていて、かつそれが、まあ、要はその納品をするとかクライアントのために作ってる動画だとクライアントの OK がもらいやすい、絵作りが簡単にできるってところが、多分これは日本人の肌の色のトーン、肌色が出やすくて、かつ日本の光という条件の中でもキャノンがそれを、僕はその答え導き出しやすいと思ってる。これはもう相性の好き嫌いの話、パクチー好き嫌いの話なんで、僕はそのキャノンのレンズが好きで、で、とはいえですよ、EOS R を使っていて、だからといって R5、R6 に行かなきゃいけない理由なんて何もないし、で、今回それなりにフラットな気持ちで、パナソニックも悩んだし、ソニーも悩んだし、ただそこで一つ答え導き出しつつあったのが、もう一眼っていう形状じゃないなと思って、シネマカメラか、カムコーダーかっていう世界に行こうと思ったんですけど、そこでそのキャノンさんに電話して、俺こう思ってるんですけど、これどうなんですかねとか、この EOS R はこうだったけど、R6 がこうなったのはなぜなんですかとか、で、そういう話をメーカーの中に直接聞くことによって、その次に何が出てくるのかっていうつながりの部分が、直結的には基本的には教えてもらえないんだけども、そこに至る、なんか根拠になるような情報っていうのは引き出そうと思えば引き出せるんですよ。そこがね、取材をする面白さなんですよね。で、的外れな質問をすれば相手も遠ざかっていくし、ピンポイントがついていけば相手も近づいてくれるし、そこをこう探るところが、この交渉というほどのものじゃないですけど、聞き取りの面白いところなんですね。聞き手としてこれすごい面白いところで、話し手として話を人にするのもすごい楽しいんだけど、聞き出すっていうところが僕としては面白いんですよ。で、その子で話す中で、まあ、素直にソニーとパナソニックを同じ土俵に上げて、すごくフラットな評価をした時に、最終的には EOS R6 を選んだけども、まあ、そこには EOS R 用の RF マウントのこの L レンズ1本持ってるっていうのもあるから、まあ、経済的な理由でキャノンに進む方が、まあ、一つスムーズなのあるはあるけど、所詮僕が持ってるキャノンのレンズってこの1本しかないから別に資産というほどでもないんですね。なんかメーカー乗り換えは全然できる。で、そこで C70、キャノンの C70 が欲しいと思っているけども、C70 で RF のレンズで特段使いたいものが決まってはいなくてクロップされちゃうし、で、EOS R はクロップされるのが嫌いだったからこの R6 に乗り換えてるんですよ。で、解決したの。これだからフル画角ですよ、これ。だからこれ解決してるんですよ、僕のニーズとしては。で、EF マウントのレンズにしてマウントアダプターを使えば集光が一段上がっちゃうのもお得だし、ただこの、
一眼ボディじゃ僕ができないっていうのが、要はその例えば30分以上の長回しとか短めのクリップを撮るんであれば一眼という形がすごく都合がいいけども、20分の長回しとか例えばその対談とかインタビューをもっとちゃんとやっていきたいなと思うところがあって、長回しが効くかつそのマイクが XLR 端子が2本刺さるっていう条件、あと SD カードなりそのあの記憶媒体が2枚差しができる、そのデュアルスロットとか、要はその仕事でのその事故を減らしたかったんですね。じゃあの自分の人為的なミスで何か失敗してしまうってことが構造上やっぱりいっぱいあるんですね。でこの今つけてるマイクも、これ結局そのファンタムじゃなくて乾電池が1本入ってるから、そのマイク側のオンオフも触んなきゃいけないし、そういうミスもあるし、 SD カードが急にねあのお亡くなりになることもあるから2枚挿してデータは二重で同じものを保存したいしとか、まあ様々な理由があって、一発の瞬間的な画質を叩き出すには EOS R で十分なんですけども、その使い勝手の部分、ミスしないとか仕事として使う、業務用として使うっていうところで、映像機としてしかカメラを使わないんであれば映像専用機を使えばスムーズじゃないかってとこに何年かかかって気づいて、まあその道に気づかず進んだんでしょうね。なんかで、じゃあシネマカメラかカムコーダーかって悩んで、じゃあカムコーダーだって一回なったの、じゃあその前に C70 だってなってシネマだってなって、そっからカムコーダーだってなって、でまたシネマだってなって、またカムコーダーってなって、で今日のイマジンにしては、いやこれやっぱシネマだと思って、でいうの行ったり来たりしてるんですけど、まあ、例えばこの暗所性能、今これですね、結構これ無茶な使い方してますよ。シャッタースピード50分の1 F4.0、ISO 感度12800、12800って使う普通に多分いらない。でしかもこっちから照明当てればもっと簡単にいくらでも綺麗になるって分かっていながら、これをいじめて使っても実験でしかないんですけど、EOS R6 がその高感度なカメラっていうところが、こういう室内撮影僕好きでやるだけにそこの性能が持ち上がったのはいいんだけども、じゃあシネマカメラであれば、センサーサイズがフルサイズのこれと、ちょっと変わっちゃうから集光性能みたいなものはちょっと落ちるかも分からないけども、写真機じゃなくて映像機なゆえに光を集める別の構造もあるし、スーパー 35mm ないし、C70 の作例見ていると、真っ暗闇の公園でダンサーの方が踊っているのが街の街灯1本で、いわゆるその人を照らすための照明一切ない状態でそれが撮れているから、それも抜群にいいなと。で今日ね C100 をちょっと触らせてもらったんですよ。意外だったのが、C100 ってもう古いからあれなんですけど、Mac 2だったかな、 C100 の手ブレ補正よりも R6 の 7.5 段のブレ補正の方が圧倒的に、 EOS R は手持ちで何かこれね、対象物に物によってこれを舐めるようにこう取るっていうのをやるにはブレ補正足りなかったんですよ。ところが R6 はいける。だから三脚レス、ジンバルレスの運用がなんなら R6 はできるところがすごいことですよ。これはブレ補正ね、パナソニックの方が例えば映像機なら得意とか、ソニーの空間広角ブレ補正とか、じゃあ GoPro がその、電子ブレ補正でクロップしちゃえばどれにもなるとか、いろんな手段あるんですけど、キャノンの絵があった上でのブレ補正が効くっていう、そのやっぱ総合評価の、例えばバイクエンジンがいいからいいバイクかっていうとそうじゃなくて、エンジンがなくてフレームがなくて全部トータル的にパッケージとしていいからいいバイクになるわけであって、そんなところもあって C100 触れたのはすごくいい経験になったものの、ジンバルレスな運用もある程度したいなと思って、 DJI のロニー S とかそういうのを買うんじゃなくてジンバルレスとしても使えたらいいなと思っての C100 を触ったら、マイクの端子がいろいろ入力が効くってところはすごく良かったし、ボタンが単純にいっぱいついてる分、今メニューの奥底入っていて普段触ってるものがいろんなところでこうやって触れちゃえばそれこそ効率も上がるし、いいなと。でそれはそのカムコーダーでもできるんですよね。でカムコーダーでやろうと思うと、もっと映像に特化した形になるんだけども、じゃあ例えば そこでキャノンの人に連絡して相談乗ってもらって答えをもらったのが、やっぱりシネマチックな描写をしたいのかどうか、それって、そのレンズじゃないと撮れないものがあって、撮りたいものが決まっていて、逆算するとじゃあこのレンズを使おうって言ってボディとレンズを組み合わせていく遊びなんですよね。でそこの遊びの部分を楽しみたいんだったらもうシネマカメラだし、でもうボディ一体型のレンズで、一体レンズでそれの、電子ズームとかで
デジタルズームとかでなんかそのごまかしというかどうにかなったり、例えば被写体深度が浅くなくていいとかだったらカムコーダーでいいんだけど、やっぱりこの僕は稀に遊びたいんですね、これよりをきすげー綺麗によって、最近遊んだのが、パンにピーナッツバターを塗るシーンとか、じゃあ自分が着てるアパレルのこの生地感がどこまで出るかとか、あとゼリーじゃなくてあんみつ買った時のそのあんみつをきれいに取るとかっていうね、その時折ふざけたいんですよ。日常的にはラジオの延長だから別に絵もワンカットワンシーンワンショットで全部突き通すから、あんまりいらない機能なんですけど、たまにその自分が遊びたいっていうところで遊び心を消して完全業務に振るなら業務用機カムコーダードンっていう答えがあるんだけど、そこじゃないか、遊びだから仕事だけど遊びだからっていうところで行くとシネマカメラじゃないっていうところに今来てて、ただねそのキヤノンの人に言われてハッてしたのが、全くその用途が違うのはもちろんだけども、機械が違うところで気にしなきゃいけないのが、要はこういう一眼のカメラっていうのは、例えば野鳥とか動物を撮る人って森の中とかアマゾンの中とか熱帯雨林の中に入っていってこうバシャバシャバシャ撮ったりするじゃないですか。ってことは全然カメラのボディ濡らすんですよね、雨とかで。でそういう、まあ、防水の構造というか、まあ、雨濡れても大丈夫な構造にはなっているんですよね。でところが映像機こういうカムコーダー使う人たち必ずビニールの専用カバーかけてるんですよね。だからその、シネマイオスの方向も濡らしちゃダメだと、だからラフな扱いができないんですよね。今バックパックにケースも何もなしにこの R6 のボディをドンって突っ込んで三脚ゴンって突っ込んでバンって背負ってバイクでこう移動してってやり方は、あ、カメラだからできてたんだ、シネマカメラじゃやっちゃいけねえんだっていうのもなかなか言われるまで気づかなかったですね。いやこういうところがね、やっぱりその相談をできる担当の人がそのメーカーの中にで、その人のことが好きだから僕も疑問を聞けるっていうところが面白くて、例えばそれがこの間のテネレの開発プロジェクトリーダーの白井さんの対談する機会をいただいたとか、でその角度で僕物選びするのが好きなんですよね。そうやってどこの雑誌にもテレビにも YouTube にも書いてない答え、僕のための答えを提示してくれる人たちと話し合いができるっていうところがあっての自分にベストなものを選べているっていう、だから僕と用途が近しい人、ニーズが近しい人には同じ答え差し出してあげられる、全然ニーズが違う人にはその答え何の役に立たないから、そこがそのね、どんどんどんニーズが多様化してニッチになっている今だからこそ、そのパーソナルトレーナーかのように話し対話をできる相手がいてのもの選びっていうのが、いやもう昔よりも重要になってきてんじゃないかななんて思ったから、今そのキヤノンさんに相談できる人がいるから僕はキヤノンが使えるってとなって、だから僕個人のプロサービスをしてもらえてるみたいな感じですよね。だから僕のつなぎを作ってくれて面倒見てくれる職人がクシタニの中にいるから僕はクシタニが来たいわけで、みたいなことをね今悩んで、これが面白いんですよ。でただね、いくらフルサイズですげえカメラとはいえ12,800円でこっちから照明たかずにカメラはね使っちゃダメだと思うんですよ。こんなふざけた使い方するような人がシネマカメラとかうんぬんね言っちゃいけないんだけど、だけど使い方はユーザー次第が、どうだからパニガーレ V4S とかね、パニガーレ V4R 買ってもいや別に自分ワールドスーパーバイク出ないですよっていう人が 99% だから、そっちのその変な使い方も含めてのそのプロダクトの本領を発揮するというか試される部分なんじゃないかなと思って、とりあえず今のところは EOS R6 は今年買ったものランキングの上位入りはもう間違いないやつで、出たキヤノンさんが新しいレンズを発表した。 RF レンズのラインナップがようやく一気に拡大を始めるんじゃないですか。来年2021年 RF レンズが爆発するんじゃないかなって気がしてきた今僕が持ってるレンズに対してこれがあったら次これが欲しくなるんだよね。だけどこれが EOS R だったらいらなかったけど R6 R5 だから必要になるんだよねっていう、要はキヤノンの人たちが作った道筋に乗っかった、まあ仕掛けたものに仕掛けられていてまんまと乗せられてるんだけども、利害の一致もあるし見事だなという、そこの、まあ、戦略、向こうの戦略が見事だなと。であればそれに沿って最大限そのプロダクトの恩恵を受けようと思うと、うん、今僕のタイミングでは R6 と RF マウントっていうものが良くて、だとするとやっぱり C70、1周2周3周4周5周ぐらいしてのまた C70 かもしんない。
まあね、ワクワクがね半端ないんですよ。ちょっと妄想してました。パソコンでとりあえず明日の仕事の準備とかいろいろしなきゃいけないので、それをね、ちょっとやりながらおやつ食べて、遊んでまいります。いやーこれ綺麗に撮れてるようだって、これヒゲとかもすごいもんね。こっちの照明なしでここまで来るんだもんね。すごいね、ニキビとかシミとかさ全然映ってるもんね、この毛の一本とか。いやーすげえ時代だよこれ。まあそんな久しぶりのホテルの部屋から、僕の中で今とてもとても熱いバイクと、熱いカメラの話題でした。美味しいんでよかったら食べてみてください。そんなわけでまたお会いしましょう。皆さんおやすみなさい。以上レイがお送りしました。